サマーハッピーです。どうも安岡です。動画を見てくれてありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日やっていくのはマジックザギャザリングレガシー対戦、ジェスカイスタンドスティール対青アカデルバー、やっていきます。はい、ということで、まあ、今回トモハッピーが回すジェスカイスタンドスティール、はい、まあ、僕もよく分かってないんですがね、まあ、そのラガバンとかのクロックを着つつ、うん、まあ、そのカウンターで守るデッキなんですが、まあ、そこに行き詰まりというカードで、まあ、基本的にはドローソースみたいな感じで使われてる感じなのかな、これは。まあ、基本的にはまあ青赤のクロックパーミーみたいな。誰がどういう意図で組んだ。まあ、一応ウルザーの物語と行き詰まり呪文を先に唱えた方が相手は3枚引かれるっていうね、相性がいい。相性いいんだけど、3色で無色ランド7枚も入ってる、よくわかんないデッキです。はいはい、まあ、対する、まあ、僕使うのは、まあ、青赤デルバーということで、うん、まあ、デルバーと、まあ、ラガバン、軽いクリーチャーとカウンターといった、まあ、昔からある青赤デルバーがかなり強化されたという形になってます。まあ、あれだね、言うならば純正クロックパーミー対、まあ、ウルザーの物語入りクロックパーミーで1マナのねアーティファクト状況によって持ってきて妨害できたりもするよみたいな。まあ、やってみよう、やってみよう、はい、はい、ということで楽しんでいきましょう。お願いします。お願いします。これはちょっとなんだろうね、なんか過去にもこういうデッキあった気がするんだけど思い出せないような、うん、まあ、デッキ名スタンドスティールもかなり多分行き詰まり入ってるデッキっていうとこぐらいしか多分特徴が少ないから、なんかジェスカイコントロールとかコントロールじゃないし、うん、なんか、まあ、ミッドレンジでもないから なんだろうね、まあ、なんかやっぱ普通の分類はしづらいデッキだね。このデッキにラガバン入ってるのがラガバンの強力さを物語ってると思うよ。まあ、でもデッキリスト分かってないと結構相手が混乱する系のデッキに近いけどね。分からん殺しスペシャルみたいな感じはあるかも、うん、メタリづらいよねこういうデッキは。メタリづらい、サイドボードもしづらい、うん、行きましょう。今回は2個でいい、うん、はい、メイン2本やってこう。4 4 4 9 9 7、うん、先行いきます。お願いします。お願いします。キープ。やっていいのかな、やりますか。キープ。ボルカニックアイランドからポンだ。はい、どうぞ。はい、これで。はい。終わり。ドロー。ボルカニックアイランド。赤。はい。ドロー。これなんとかまあ倍返しみたいな。いいっすか。はい、オッケー。終わりです。ドロー。ツンドラからソーサリーでこれ。除去、うん、X 払ってこれを備えたコスト分以下のパーマネントを破壊でいいのかな。色だね。あ、色か。色、はいはい、破壊追放かな。追放、追放、うん、パーマネント何でも触れるっていう、はい、なかなか便利だな。すごい強い。ドロー飛んだ。はい、1、2、3。微妙、いらないか。シャッフで、はい、カットします、うん、ラガバン使いたい、青使いたい、ウルザーの物語も使いたいみたいな感じの思考のルートで組まれた出来なんだろうな、多分。全部の聖域モダンホライゾンスペシャル、まさかの上機構、うん、なんで。いや多分ボルカ4枚は足んなかったんでしょ。終わりです。そうか、そう。アンタップドロー、ウルザーの物語、はい、どうぞ。1マナ出るようになりました。終わりです。あ、行きます。はい、どうぞ。3枚引いて、うん、2枚戻します。はい、じゃあ、うん、どうぞ。まあ、確かにこれ不毛されなかったらこれで場に一方的にクロック出せるのは強い。そう、じゃあ強い、強い。赤バイクでした。はい、不毛の大地。あー、強い。終わりです。アンタップキープドロー。アンタップキープドロー。はい、ブレインストーン。はい、どうぞ。3枚。はい、2枚。はい、終わりです。アンタップアップキープ、アップキープ、ソプロ、プロ、青、うん、
戻しました。インスタント総裁ランドクリーチャーなんでちょっと3点回復します。はい、でドロー、うん、動きづらいねお互い終わりです。ラップアップキープ切ります。はい、19ドロー。はい、姿勢か、4枚ある。4枚、77出るな。はい、出ました。はい、終わりです。77、うん、でかいな。でかすぎでしょ。触れも触れないんじゃない。借りて1きます。うん、おみ消し。はい、消しました。全力。同サイズ。同サイズ。手札が？手札ちょっと待って。4枚。4枚。めくらまし。めくらまし。消えた。はい。出ました。終わり。プロ。セット。はい、プロ。プロは強い。強いね、このマッチ。うん。ポーズか、はい、ポーズしました。はい、7点どうぞ。でまあ、7点殴られるので、うん、どうせ。7点これは甘い状態。はい。よしドロープレイ、はい、4枚追放強っ。で3個取り除いたから3個乗る。はい、どうぞ。でこれは66で出たい。はい、どうぞ。目からもしなし、はい、アタック10点。終わり。9でーけー。ジャンボカウンターなかった。何もまさかの稲妻ばっか。いやカウンターあるけど、カウンターするとそれはそれで出ると66。66。うん。放送ビル。いいね。待ってました。はい。ありがとうございました。はい。引きよかったね。無駄牌がない。ない。ってことは全部使い切った。稲妻が入った方が有利かもね、もしかしたら。結構稲妻2枚2円ぐらい。あと使えないんだよね、うまく。いや、ソープロ強いな。まあ、あれか。まあ、不毛外地でちょっと色物がね、そう絞れるかもしれないから。お願いします。お願いします。じゃあ先行もらいます。はい、はい、キープします。キープしまーす。キープしまーす。いいですか？キープします。あ、はい。はい、キープ。ボルカに1回。うん。赤、うん、フラワーマン。あー終わりです。恐れていたドロー、はい、あーどうしたの、ハーハー言ってるけどマジかよ。なんだマジかよ。楽しそうやん。うわーお、いや、まあ、ラグバンとか挨拶みたいなもんでしょ。スンドラ、はい、ポン、はい、どうぞ。もう負けた気がするよこれ。1、2の3、はい、これで、はい、はい、どうぞ。土地にしとけばいいのか。ドロー、まあ、そもそも広くか、殴った方がいいのか。殴んなやるか。まあ、ゴブリンガイだったらね、殴んなかったら、殴んなかったでいいようしてた。まあ、でも宝も出るから、やろう。はい、はい、はい、いらない。これ、置けないんだっけ。うん、これは呪文じゃないんです。こっちは出せないですね。あ、はい、
まだ行くの、まだ行くの。はい、はい、あー、ないかな。もう1ゲゲ、翔太くん終わりです。どうした、それはダメだよ。こんぐらい挨拶みたいなもんでしょ。ドローしてとりあえず1枚は出せるって気持ち。はい、ラガーマン不毛はね、僕は君のこと信じてたよ。だったらよかったもんね。お祈り、はい、お祈り。ウィル18ウィルです。いや終わり。貴重な、これは大変なことになった。いやアタック2点なるー。はい、ポンだポイ。え、なこれ、アンがいいか、アンがいいか。これ1マナのアーキテクトで3マナでこれをアンタップ2タップで11トークン出す。めっちゃ強いじゃん、うん、1タップでそのトークンを削る、トークンをターボを削って飛行トークになる。そうそう、うん、タップでソフターを飛行トークが削るとヨーヨーになる。そうそうそう。 F バンドで F か、まあ、高級的な。確か嬉しいかどうか怪しいか。あポン、はい、どうぞ。それ欲しかったな。あ、うまい。えぐい、えぐい。ドロー、うん、とりあえずラガバン、はい、どうぞ。終わり。ラガマンには控えてる。ここ、あー、いやスラタニエン、うん、ラガパン、はい、13、はい、ウィルメカルタ使いますね。ホンダ打ってるからね。はい、あとバイバイじゃん。そこはラガマンにしてよ。ソーサリーサーとランド、いや、まだ1-1だ。はい、終わり。アンタップ、もう手札ないから。ドラカーズ、ドランド、はい、そんなに不毛入ってるのすごいな。毎回しかいいか、不毛意味わかんないよね。相手のウルザの物語とかじゃん。いや、そうだけど自分も入ってるからね、物語。倒したい、ラガバン。はい、神髄の針、タック、はいはいはい、まあね、はい、サーボ、サーボ出します。はいよ、これサーボの代わりでないから。はい、サーボ、はい。じゃあこの、今サーボって、いやいや、この鋳造所を指定します。はい、どうぞ。はい、じゃあターンもらいます。いや、まだ、いや、はい、ポンだ。あ、どうぞ。あるな、これ。いや、全然あるね。シャッフル、はい、除去だな、今俺に必要なものは。まあ、除去、まあ、除去と失性感。結局このゲーム、失性感系だから失性感引かんとな。やばい、このゲームの本質突然は見抜いている。はい、ドロー、はい、行き詰まりでもいいよ。うん、あり。2体いる相手に行き詰まりは相当苦しい。いて、はい、11、よしよしよし、ドロー、シャン、どうぞ。4枚目、そうなんだよ。はい、シャッフルですね、これは。はいはい、お互いにちょっとソリッドな状態というか、きついね。まあ、レガシーあるあるだよね。そうね、細い細い。でもこれあと1個なんか墓地にね、種類が落ちれば、はい、ドロー、ランタン、ホンダ、追放かな。はい、遠の遠いのか。はい、やっとくか。ドローしや、ドロー、終わり。なんかドロー、いやー、見て。はい、9、きつい。お、土地岡さんか。終わり。土地岡さんだ、久々。レガシーあるのなんだよな、ドロー、これ。渦巻く知識、待ってな、ちょっと考えよう。フォースを見るか。ウィルでウィル、いらないもいっぱい入ったはずなんだな。まあね、4枚はね、ここでね、そうそう、除去もないしね。ネックルマシとかがね、腐ってる確率高いんだよね。うん、いい読みだね。でもな、失勢確率した時大丈夫かな、俺。打った方がいいな、多分ごまな、情報できるし。フォースをウィル、はい、情報します。はい、ここは大事なんだよね、情報のつながり。いいな、これは。もう、まあ、結構怪しいね、ちょっと待ってください。また微妙なもん引いたな。もらうか。いや、もらおう。はい、上で。消されました。はい。ラガバン。はい、どうぞ。終わり。後ろ。あー、強っ。で、情報します。微妙だけど、まあ、なんでもないカードよりは。いや、またこれ微妙だけど、いらないか。はい。はい。いらないね。自分に起動します。はい。やるやん。はい。終わりです。
スタート。アクティブ。はい。ドロー。はい。渦巻く知識。あ、スタックで渦巻く知識。いやー。調合します。だから微妙なもんばっかく。いや、面白いね。面白いね。ギリギリな勝負になるんで。レガシー味わってますね。いや、いらんか。いや、でもね、はい。あってもいいと思うけど。いや、結構ね、微妙なラインでしょ。いやー、微妙だね。調合ついてくるっていうのがあったから。そうそう。2枚戻しました。はい、はい。はい。で、どうぞ。渦巻いていい？渦巻いていいです。よし、3枚。2枚。はい。セット。うん。追放。はい、します。はい、はい、はい。渦巻いちゃう？渦巻く。情報1回分結構でかいから、あ、うん、どうぞ情報します。はい、危ない、はいはいはい、3枚、おお、2枚戻しました。で、追放されました。はい、行き詰まり、あー、スタック、はい、除去除去、うわー、行ってるか、ね、行き詰まり行き詰まり張っちまった奥の手出すか、じゃあ、はい、やられた、やられた。その後、はい、ツンドラ戻して自分の行き詰まりめくらまし、あ、どうぞどうも、どうこれエクタタイカードなんで、はい、確かに、これ出ちゃいましたんで、はい、出たら1点削られ続け、終わり。難しいね、でも確かに、でも1点ここで済んでては済んでたから、これ今の結構うまいよ、でもいいよ、いい、1点削られ続けて稲妻ある相手のさ、はい、もうやっとれよ、確かに、はい、あ、やー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 どうぞわっ、まだ紅葉してないじゃん。あ、してるわ。これ、そう、した。してないわ。いや、そうそう、落ちた。あ、落ちたわ、今。はい。はい。バイトでしょ。紅葉してます。はい、こう。で、8。終わり。ドロー。セットランド、シノダの宿敵。あ、いいか。はい。あなた、対象あなた、はい、プロテクションあなた、終わり。飛んでるからね、こっち。はい、そうなんです。なんでもこれ、止まる。3点。終わりです。5、6、終わり。一応守る方がないし。アタック3点、2、バイ解消、はい、終わりです。バイ、終わり。アタック、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回の結果は引き分け、ありがとうございました。いやー、なんかいい感じでレガシー味わったわ。レガシーって感じだね、うん、なんかコマコマしててよかった。このデッキさ、見た目悪いんだけどさ、うん、使ってみると結構楽しい、めっちゃ欲張りだよね。3色でウルザスサーカーとウエストロード入ってるからね。赤はラガバンしか入ってないしさ、あ、赤ラガバンとか今でも入ってないもんね。レガシーオールスターズみたいな感じ、はいはいはい、なんでそこで行き詰まりなんだろう。やっぱウルザの物語入ってるからさ、それを活かしたいのかな。相手よりさ、その盤面構築で優位に立ちやすいと思えないから、行き詰まりいらないんじゃないと思うんだけど、これ行き詰まりなしで、ただ物語とアーティファクトだけ入れればよくないみたいな、はいはい、まあ最悪入れで切れるからね。そう、先行でラガバンカーで行き詰まりとかやったらすごい気持ちいいじゃん。まあ確かにね。そこで除去られてもこっちウルザーあるから、確かに、さらちで行き詰まりがあって、うん、相手は不毛引いても何もなんないけど、こっちはウルザーの物語引いて相手不毛なかったら勝つっていう、それは美味しいよね。そうそう、うん、まあ、2枚ぐらいだから依存してないから、うん、まああとはやっぱソプロは強いね。強いね、うん、まあ、クリーチャー関係になればなるほど強いね。ね、長番がいて、でも失性化も出てくるから稲妻じゃちょっと足りないみたいな。でもグレアハメインに入れるほどかっていうと、デスタークとかマーベリックとかそういう感じもあるから、あ、青絡みじゃないやつもあるからね。なんか結構モダンとも近いなって感じだね。近い、モダンホライゾンが出てさ、モダンから参入してくるカードが増えてさ、うん、モダンとレガシーのカードパワー差っていうのが減ったよね、著しくね。減った。いずれはね、今度はモダンじゃなくてレガシーホライゾンでね、レガシーだけみたいな、うん、それは面白いね。なんか高く、ちょっと高くても欲しい人いそうだよね。なんかそれもレガシーに変化を与える、まあブースターでもいいし、ちょっと小型の特殊セットみたいなやつでもいいと思うけど。確かにそうだね、うん、はい、ということでまたね、エターナル環境のモダン、レガシー、ヴィンテージなんかのね、パイオニアもそうか、うん、はい、対戦の方もやっていくんで、ぜひぜひチャンネル登録、動画の評価お願いします。皆さんの Twitter、Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。